はい。皆さん、こんにちは。ワンダリングリビッシュです。では、今回は、アウトオブパーク、いきなり噛んじゃいましたね。アウトオブパークベースボール21、松坂大輔怪物伝説続きをやっていきたいと思います。6月に入りましたので、まず、順位表確認していきたいと思います。パリーグなんですが、1位がソフトバンク。で、松坂が今シーズンから所属している西武ライオンズが、25勝35敗。4位というところにつけています。まずは A クラスに入って、少しね、頭が一つ抜けているソフトバンクを追いかける展開に持ち込んでいければいいかなというふうに思っています。一方、セリーグの方なんですが、1位がヤクルト。で、先月まで下位に沈んでいたジャイアンツがね、底力を発揮して、ここに来て2位に浮上。34勝27敗と追い上げを見せているという展開ですね。では簡単に個人成績も見ておきましょうか。パリーグを見ていきます。パリーグなんですが、でまず防御率の方です、アベレージの方ですね。3割5分6厘でファイターズ近藤健介、これがリーディングのトップを言っていると。で、ホームランは21ホーマー。山川が単独トップ立っている状態ですね。で、2位に中田と、日本人の長距離バッターが健闘しているなという印象があります。続いて、ピッチング、投手ですね、も見ておきたいと思います。高橋が8勝を挙げてますね。これはちょっと意外ですが、でもやっぱり上位に来ているソフトバンクが目立ってますよね。なんとかね、ライオンズもここに一人でも多く食い込めるように頑張ってもらいたいなというふうに思います。では、松坂の登板まで進めていきましょう。はい。では、松坂の登板になります。交流戦の続きになりますね。広島との一戦、相手先発は栗。松坂はここまで3勝3敗、なんとかね勝利に貢献してもらいたいなというふうに思います。先月はね、勝ち星がなかった、かつ不調も続いたというところだったので、まずはね一勝上げてもらいたいという松坂の立ち上がり。1回の表、ライオンズは0点で攻撃を終えています。まずは先制点を許さないっていうね展開を持ち込んでいきたいところかなと思いますので、しっかり投げてもらいましょう。はい、松坂なんですが、この回先頭打者4番鈴木誠也にヒットを打たれた後ですね、長野は三振。ただし、その間にですね、鈴木がスティール。二投を試みて、この守備の乱れの間に三塁に進まれてしまい、ワンアウトながらランナー三塁。この展開になっています。西武が2点先制点を挙げてくれてるんでね、ここを0点でしのぎたいところですが、これがセンター前タイムリー。2対1、1点差に追いつかれています。迎えるバッターは堂林。これはゲッツーを取るには当たりが弱い。一塁もセーフ。ワンアウトランナー二塁一塁とピンチを広げて、キャッチャーの石原。ここはゲッツーが取れれば一番いい展開ですけどね。ゲッツーが取れる。石原の足は遅い。 5-4-3 のダブルプレー。ここ1点で切り抜けました。さて、ここで石原にタイムリースリーベース。ワンアウトから
堂林にセンター前ヒットを浴びた後、石原にタイムリースリーベースで2対2の同点に追いつかれ、なおワンアウトランナー3塁。バッターボックスはピッチャーの栗ですね。ここは同点で切り抜けたいですね。ただその栗を歩かせ、三塁一塁で田中。田中の足を考えるとダブルプレーは難しそうな感じがしますが、ここはそれでもダブルプレーを狙っていこう。ダブルプレーが取れる。一塁は投げられない。 6-4-3 といけるかなと思ったんですが、ゲッツー崩れの間に勝ち越し点。これで2対3と1点ビハインドの場面、展開が変わっています。今のな、でも一塁に投げてくれれば際どいタイミングだったと思うんですけどね。まあもう結果的にはね、逆転を許してしまっています。さて7回の松坂になります。3対3同点に追いついてもらっているので、ここを0点でねしのいでおきたいんですが、松坂のスタミナ考えるとこの回までかなというところなので、少し体力を温存できれば8回もね、あるいは投げさせようかなという展開ですね。8回のライオンズの攻撃の結果を見て決めましょうか。ここは3人で7回を切って取りました。はい、では松坂もスタミナがね、カツカツになってきてますので、この回までということで7回3失点。打線の援護はね、同じく3点なので、3対3というところで、松坂はマウンドを降りてもらいたいと思います。はい、ゲームの方なんですが、8回に広島が2点追加点を挙げて3対5、負けゲームになっています。続いて松坂の登板、ドラゴンズ戦になります。松坂からすると、ドラゴンズはね、19年のシーズンを過ごした球団なので、まあ、古巣、直近の古巣という言い方ができると思うんですが、そのドラゴンズと戦いになります。ではまず、立ち上がりの松坂ですね。松坂はね、ドラゴンズ、まあ、日本球界に復帰してからでいうと、ソフトバンク、ドラゴンズと、あまり結果を残せてない中、ライオンズに復帰してここまで3勝。まあ、あくまでもゲーム上の話ですけどね、今シーズン松坂、まあ、ローテーションにびっちり入るっていうのは難しいとは思うんですけど、それでも調子は良さそうだっただけにね、このコロナウイルスの影響で開幕が遅れているのが、松坂にとってプラスなのかマイナスなのか、開幕してみないとちょっとわからないですね。早球はアウト。よし、森がよく刺してくれたね。これで2アウトランナーなしという展開になりました。ここでビシエドが暴走しましたね。阿部のセンター前の間に一塁ランナービシエドが暴走して三塁タッチアウト。ツーアウトランナー一塁というところで空振り三振。これで2回を0点。松坂ここまで6回を無失点で来てますので、スタミナ残ってるんですが、5点リードという展開から継投に入りたいと思います。ゲームの方は5対1、ライオンズが勝利、松坂が4勝目を挙げています。松坂交流戦明け最初の登板はオリックス小林圭介との投げ合いにやっていきます。立ち上がりの松坂ですね。前回は7回無失点、4勝目を挙げた松坂なんで、ここもすんなりいってほしいところですが、いきなり先頭打者にセンターオーバーのツーベース。
西野の足を考えると一本のヒットで帰ってこられてしまう、そういう話をしている中、センター前、これは帰ってくる、いきなり先制点を献上。なおランナーは西村、西浦ですね。西浦も足早いんで、まあダブルプレーシフトを敷きつつクイックで投げていきましょう。走られた、これは森の方ではさせない、ノーアウトランナー二塁ですね。森はね、175なかったぐらいだと思うので、身長でいうともう僕と変わらないんですよね。この一塁への緩慢な送球、さらにここでアクシデント発生ですね。松坂が怪我をしてしまったのでここで降板。展開の方は見ておきましょう。松坂の怪我がすごく気になるんですが、ゲームの方は7回にビッグイニング6点を挙げて13対3でライオンズが勝ったゲームになっています。松坂は1回降板で、松坂なんですが肩のアクシデントで 4,5 週間の怪我ということになるので、まあ約2ヶ月間ですね、このまま離脱ということになります。今6月25日画面のね一番上上部に出てると思うんですけども、準25と出ているので、まあ、約2ヶ月ですね。8月後半までちょっとね登板できそうにないのかなというところなので、松坂がね復帰するところまで進めて、次回はですねその松坂の復帰戦からプレーの方していきたいと思います。ちょっと残念な展開でしたね。松坂が肩の故障で4から5週間の離脱ということになっています。まあ、ただし6月1勝上げてくれたので、復帰後ねもう1勝2勝と積み重ねてもらいたいというふうに思います。では今回はここまでにさせていただきたいと思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですねいただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。